の母である。息子が通う幼稚園はイベントが多く、こういった集会もたびたび開かれる。ということで次回の親子バザーでは。本日は以上です。お忙しい中ありがとうございました。ソラさん、この後みんなでランチ行かない？すいません、まだ仕事があって。ああ、そうだったわね。ねえ、何度誘っても絶対来ないでしょ。貧乏暇なしってよく言うわよね。聞こえてる聞こえてる。ママ友集会に参加できないといいかもだな。特にこの集団のリーダー格ヒサメはママたちの中でもいろんな意味で若い。小さい子がいるのにママが働いてる家は底辺よね。息子のお迎え時にも。ごめん、ちょっと待たせちゃったね。大丈夫ですよ母上。ソラさんも大変なんだろうけど、フジ君がかわいそうよね。うちは専業主婦できてよかった。ほんと旦那の解消がないと悲惨よね。旦那の意を狩るべきつねべ。フジ君、今日は何が食べたい？母上がお怒りだ。相手にするとエスカレートしそうだし、基本は無視していた。しかし後日、フジ君、みんなでトランプしよう。フジはダメだ。え、フジの家は貧乏だから付き合っちゃダメってママが言ってた。ということがありまして。何それ、いじめじゃない。はい、なのでトランプでゲン君を大貧民にしてやりました。これでゲン君も貧乏人なので遊んでも問題ないですよ。なるほど。これはさすがに文句を言わざるを得なかったが、ヒサメさん、そんな目口ら立てないでよ。別にゲンに強制はしてないし、子供のやることでしょ。当日では大多数の推薦により次回の役員長はソラさんということになりますが、よろしくね、ソラさん。どんやられた。文句を言ったことが気に食わなかったのか、しっかりやり返された。ソラさん、お仕事あるんですよね。大丈夫ですか？今は忙しくない時期なので。なんとか。かすみ先生、ひいきは良くないんじゃありません？そんなつもりじゃ。ソラさんの家は共働きで大変なのは分かりますけど、今年に入ってからまだ何の役員もしてないですし、こういうのはみんな平等でしょ。分かってます。今回はちゃんと役員やらせていただきますので。というわけで、ゆっくりお話ししてる暇もないから忙しいので失礼します。最高、藤君。あー、手つけがましいわよね。私たちと話すの無駄だと思ってるのよ。嫌味。どっちがよ。そんなこんなでイベント当日。へえ、パパさんも結構多いんだな。今日は力仕事もあるからできるだけ来てもらったんだ。浩二もせっかくお休みなのにありがとね。ああ、いつも藤のこと任せきりだしね。どうもソラさん。あら、こちらが藤君パパさん。こちらヒサメさん。あー、どうもお世話になってます。エッセ能力にたったの5か。ゴミめ。なるほどね、これは出世できなそう。はい、サメさん、さすがに失礼じゃないです。やだ、ほんの冗談よ、ごめんなさい。なんだあの人。ごめん、気にしないで。その後イベント自体は何事もなく無事終了。お疲れ様でした。ソラさん、かすみ先生もお疲れ様でした。この後に打ち上げあるんですけど、どうですか？そうですね、せっかくですし、ちょっと顔出していきます。しかしそこでは。お宅の旦那さん高卒なの？大変ね。専業ママ軍団が猛威を振るっていた。高卒なんてろくな仕事できないでしょ。こう言っちゃなんだけど、若い時の努力が足りないから高卒なんかになるのよね。貧乏なんて子供がかわいそう。だからお子さんの鉄くんも貧相な格好で。若い時の苦労は金を払ってでもっていうものね。これは共働きの夫婦は専業ママとは格が違うから。私たちはそういった家との付き合いはしないので、そこんとこわきまえてよね。という遠回しな牽制とマウント行為。こっちからお願い下げだわ。王子さんだったかしら。はは、奥さん毎日働いてらっしゃるけど生活苦しいの？ソラさんも一応まだ女なんだし、あんまり苦労させちゃダメよ。一応って何よ一応って。え、浩二さん。あ、エンジさん、お久しぶりです。すいません、気がつかなくて。お子さんこちらの幼稚園だったんですね。こちらの知り合いかな。ねえ、あなた、こちらのご夫婦共働きなんですって。あ、そうなんですか。若い時に怠けてた月が回ってきたんだろうけど、ぱっと見あなたの方が若そうだし、年下より出世できないなって不憫よね。な、お前なんてこと言うんだ、失礼だろ。でも本当のことじゃない？こういう風に言われちゃうのも自業自得なのよね。旦那さんの解消がないと老後も不安じゃありません？旦那の前でここぞとばかりにヒートアップするヒサメ。しかし、すいません、うちのバカな嫁が本当に失礼なことを。じゃあやめてよ、みっともない。なんであなたがペコペコしてるのよ。バカ、浩二さんの会社はうちの主要取引先だぞ。しかも浩二さんはこの若さで本部長だ。へ、そんなわけでエンジさんには失礼ですけど、あなたの感覚で言うなら立場としては僕の方が上なんです。出世してそうにない顔だってよく言われますよ。お前まさかそんな失礼の言葉で言ったのか。え、だって、え、え、
ちなみに共働きの話ですが、妻にはやりたい仕事があって、僕はそれを応援したいのでお互いに支え合っているんです。あなたのおっしゃる通り、妻に苦労はしてほしくないですが、旦那のすねをかじって他人を見下して回るような女性にもなってほしくないですしね。それ以降、イサメが取り巻きに囲まれているところを見ることはなくなった。ほら、旦那さんに土下座させた。元専業ママ軍団の噂では、あれから旦那にもこっぴどく叱られたらしい。ただいま。おかえり。何それ、お土産？エンジさんからこの間のお詫び。うわーい、もうあのどんどん返して。